大谷大学文学部新修学科の三木秋丸と申します今回は修祖新南証人と万能本協業新章というテーマで5回の講義を担当させていただくこととなりましたどうぞよろしくお願いいたしますまず5回の講義でありますけれども今ご覧いただいていますように本日は協業新章についてその概要をお話しさせていただきますまた第2回目につきましては新南証人の御神筆の万能本協業新章について その様子を含めててお話しさせていただきます第3回第4回の講義につきましては坂東本の「正真念仏下」「正真下」の言葉をいくつか取り上げながらお話をさせていただきます。最後第5回目は坂東本教養新章から私たちにこう呼びかけられる「親南上人の呼びかけ」このことについてお話をさせていただきたいというふうに思います。 それでは早速、第1回目の講義に入りたいいと思います。坂東本協行新書というこの親鸞聖人のお書きになった書物のことについては、まあ、名前を聞いたことがあるあるいはその様子を見たことがある、まあ、とうとう、まあ、いろいろな方がご存知であろうかと思います。 万能本協業新書親鸞証人がお書きになった唯一の実質本であります。えー、まずこの協業新書という書物いいどういう書物であるのかということからお話をさせていただきます。協業新書の正式な代号は「謙譲度真実協業証文類」と申します。は、え、じ、ー、めのところにある「謙譲度真実協業証」という言葉でありますけれども これは、親鸞聖人が、まあ、良き人と仰ぎ、あるいは協業信生において、信州交流の大祖、玄空発祀、法然聖人が明らかにされた仏像を浄土の信州として改見する。このような意味を持つ言葉です。そして、最後の2文字、門類と申しますけれども、この門類は、親鸞聖人のお言葉で申しますならば、信州の線を称し、浄土の用を拾う。 浄土真宗の要となる教え、その教えを経典や七高僧のお書き物から抜き出し、また浄土の教え、その要をそれらの著作から拾い上げていく。このようなことを表す言葉です。これはまた後ほど少し詳しくお話しさせていただきますけれども、親鸞上人は教行新章において、 シャクソンの教えの言葉、七高僧の言葉を通して、本願念仏の歴史を確かめていく。また、そこにこう浄土真宗の源を尋ねていく。このようなことを通して、実は浄土真宗を表すという、このような大切なお仕事を、協業真宗においてなさったわけです。協業真宗は、親鸞聖人がお書きになったものでありますから、浄土真宗を表すということは、親鸞聖人のなさったお仕事である。 とということでありますけれどももう一つ申しますならばそれは単に親鸞上人が、えー、自らの言葉だけで述べるということではなくて、えー、戦後これあのこの協業心書を表した方のお名前を示すものです。戦後には徳釈信集むと記しておられますでそういたしますと親鸞上人は浄土真実協業証を表す門類を集めた。 こ、まあ、このような意味ととして捉えるるができるわけです一般には浄土真宗は親鸞書人が開かれたものでありし従って親鸞書人は浄土真宗の宗祖であるとこのように言うわけでありますけれども、まあ、このこと自体はその通りでありますが親鸞書人からすると実は浄土真宗というこの親鸞書人が受け止められた仏教の立場これは釈尊以来ですねずっと脈々と仏教の中にですね 流れてきたその大切な教えであるるとこのようににお考えになるわけですですからそこに親鸞聖人は自らが表すのではなく実は釈尊の教えの言葉がそして釈尊の教えの言葉を受け止めてこられた七高僧また多くの念仏者たちこのような方々のお言葉の上に表されていることそれが浄土真宗であるとこのようにお考,えお考えになっているわけです。 えー、皆様方、あの、僧女のお言葉、ひそかに思うみれば、南詩の愚勢は南度海を度する大戦、無下の孔明は無名の案を発する絵にちなり、この書き出しから始まります僧女のお言葉、日頃からこう親しんでおられることと思いますけれども、その僧女のお言葉の後のところにですね、 新南商人は、今ご覧いただいていますような、これは総評と評列と、まあ、このように申し上げますけれども、まず、冒頭のところに、大無量儒教、真実の教、浄土真宗というお言葉を書いておられます。で、そしてそれに続けて、県真実教1、県真実行2、県真実心3、県真実省4、県真仏土5、県化身土6、 とこの「ように示しておられますこの大無量寿教真実の教浄土真宗」というこの言葉でありますけれどもこれは協業真証がその全体において何を明らかにするものであるのかこれをこうお示しになっている言葉であります。したがって協業真証全体の柱となる事柄を掲げ,掲げていくということで総評とこのように申し上げるわけです。そして 剣真実教1から剣化身度6まではこれは教業神聖全体を構成するまあ、大きな主題と申しましょうかまあ、そういうことをお示しになっているということです、えー、改めてこう今申し上げましたことをご覧いただきたいと思うんですけれどもまず大無理王寿教に設置される真実の教によって浄土真宗という仏道が成り立つその仏道とはどのようなものであるのか それを真実教、真実行、真実心、真実章、真仏度、化身度という6つの主題によって改見していくと。このことをですね、先ほどご覧いただきました、この大無量寿教、真実の教、浄土真宗、県真実教1、県真実行2、県真実心3、県真実章4、県真仏度5、県化身度6という これらのお言葉は示しているわけであります。このようなところから、協業新書全体、どのような構成を持っているのかということでありますけれども、まずあの全体の構成として、今ご覧いただいておりますように、冒頭には、県浄土真実協業証文類序が置かれます。この所は、協業新書の全体に関わる所でありますので、通称して総所と日頃私たちは申し上げております。 そして、その僧侶に続いて、剣浄土真実経文類1、まあ、通称して経の巻とこう申し上げますけれども、これがまず次に置かれます。そしてその次に、剣浄土真実経文類の2、行の巻と通称しますけれども、この巻が置かれるわけです。この行の巻の最後には、私たちがこう日頃親しんでおります正神念仏芸がここに示されております。そして、えー 第三の主題を表す巻が謙譲度真実真門類の3でありますこれは通称して真の巻と申し上げておりますこの真の巻には実はその冒頭のところに謙譲度真実真門類の序が置かれております、まあ、冒頭の草上に続いてこの真の巻の冒頭にも真門類の序が置かれているということです 最初に置かれている上僧女と申し上げるのに対して、この真の巻に置かれる上を私たちは別女とこのように申しております。また、四つ目の巻として、剣浄土真実小門類の詩が置かれます。これは通称して小の巻と申します。でそして、五つ目の巻として、剣浄土真仏土門類語、真仏土の巻が置かれます。 そして最後に、県城土方便化身土門類の6、化身土の巻が置かれます。この化身土の巻の最後には、私たちが五助と通称する一文があります。えー、このような構成を持つのが協業新書であるわけでありますけれども、まずあの冒頭に置かれている僧助であります。 これは先ほど、表列ということでご覧いただきました事柄は一緒でありまして、教養神章において浄土真宗を表すということがなされるわけでありますけれども、では浄土真宗とは一体何によって私たちに明らかになるのかということになりますと、まず一つは真実の教え、真実教であります。釈尊が説かれた様々な教えの中で、真実の教えと 私たちが受け止めるるべきもののは何であるのかこのことを明らかにされるのがまずの巻とということになりますそして次の行の巻これは念仏大行と信南書におっしゃいますけれども南無阿弥陀仏という名号その名を唱えるという念仏このことが実は本願の現れ本願の働きに他ならないということそしてまたその本願の働きである名号の働き これが歴史を貫いて苦悩する人間の上に現れそして苦悩する者を救ってきたこのことをお示しになるのが行の巻であります。でそしてその最後のところに正真念仏下ををは自ら感動を持ってて歌われていくととこ、まあ、このようなことでありますでそして次に3つ目の主題として謙信、まあ、実心と信摩書にお示しになりましたけれども「信心」 ということを明らかにするところに真の巻の大きな課題があるということですで、先ほどこの真の巻の序のことを別序とこう申し上げるということを申し上げましたけれどもこの別序の別というのは個別、格別とこういう申し上げたらよろしいでしょうか浄土真宗を一つの視点で一点で確かめていくとあるいは浄土真宗を一つの点視点で 明確にしていくということがあるとするならば、それは一体何であるのかと。こういうことになりますと、それは信心であると。ということを、ま、親鸞諸人は非常に大事な事柄として、教養信証にお示しになるわけです。それに続いて、置かれる四つ目の、ま、主題が、小、えー、の巻の主題であります。これは念仏の救い。私たちが念仏するものとなるときに、そこにどのような生き方が開かれていくのか。 また私たちが念仏して生きていくということによって私たちにどのような利益が開かれていくのか。まあ、このことをお示しになるのが昭の巻の課題です。そして五つ目の課題。これが県新仏土とこういうふうにににお示ししなりましたけれども信仏土の巻は、まあ、奇妙人実法無下孔如来と、まあ、このようにこう新南所人が教えくださるそのですね、如来 そして如来の浄土、まあ、如来の仏土これはどのような世界あるいはどのような働きをそこに持つものであるのかこの阿弥陀の浄土ということをめぐって親鸞聖人が私たちに実はそれは巧妙である知恵の働きであるとこのようなことをこうお示しくださるこれが新仏の巻きでありますで。そして6つ目のま主題でありますけれども 謙譲度方便化身度門類とこのようにこう、えー、新南署にお示しになります,ますけれども、まあ、方便というのは私たちこうですね真実に導く、まあ、如来の働きかけ如来の導き、まあ、これを方便と申します。実はこう私たちが生きる世界ここにはさまざまな問題があ,るありますしまたこの世界に生きる私自身にもさまざまなこう問題があるわけでありますけれどもそこにですね 実は仏が私たちに働きかけ、私たちを真実に導いてくださる。そのように私たちを導く如来と、そしてその導きの在り方。これをこうお示しくださるのが、6つ目の消印殿巻であります。で、この消印殿巻の最後に置かれる五条にはですね、親鸞上人がこのような言葉をお示しになっております。 密かにおもれば、衝動の諸教は行書を久しく廃れ、浄土の真宗は衝動今盛りなり。まあ、このような言葉でですね、実は浄土の真宗、ただ念仏して生きるというこの仏道は、いかなる時にもいかなる人の上にもですね、そのあり方を問わず働く、そのような確かな教えである。まあ、このような言葉から、えー 文書を書き出されまして、そしてご自身が経験された、えー、法然承人ともとも流、まあ、罪とな,なられた。まあ、念仏の教えに生きる者たちが、えー、そこにですね、厳しい弾圧を受けていった。この証言の法難と呼ばれるこの法難についてお示しになります。そして、えー、それによって、新州交流の大祖玄空法師は流罪となり、やがて京都にお帰りになって入滅されたということ。そしてまた、そこから新南承人は、 29歳の時の法然承人との出会い、さらには法然承人から戦略衆の書者を許されたこと、このようなことをですね、感動のお気持ちをこう込めて文章に記されます。でそしてそこから協業新書を書くに至ったその動機について、あるいはその事情について、それをこう最後にお示しになるのが五条という一段であります。 先ほど少し申しましたように、まあ、協業新を通して、信乱商人は、浄土新宗とは、教、行、新、書新仏度、化身度。この6つの視点、6つの主題を確かめることによって明らかになる教えである。このことを協業新書全体をもってお示しになるわけです。ですから、私たちが僧序と申し上げておりますのは、その教養新章全体、 浄土真宗を明らかにするその6つの主題全体をお示しになる序であると。このように申し上げることができます。そして繰り返しになりますけれども、別序、死の巻の冒頭に置かれる序。これは浄土真宗とは一体何であるのか。それを一点で押さえるということになると、それは真実真人の約得である。ということを、こう、新難承人は、相序別序を通じてお示しになっているということであります。ここであの、 先ほど少しあの第五のところで申し上げましたけれども門類ということにつきまして少し次のスライドをご覧いただきたいというふうに思います。今ご覧頂い,いておりますのはあの、まあ、一つのイメージでありますけれどもまず親鸞上人は教業新章に浄土三部教あるいは七高僧の著作これらをの膨大なですねお経や 著作をこう一つ一つ丁寧に読んでいかれます。まあそれをこう一応イメージとして、まあ最初のところに A という経典、で B という論、七構想の表されたもの、あるいは C という書、まあこれは経典の教えをこう注釈されたもの、七構想の著作、まあこういうものをこう新納書人は何度も何度もこう繰り返しお読みになります。でそうしますと、まあそういう中で、えー、例えば。 浄土真宗に関わるこのような事柄を明確に示してくださる言葉はここにある。ここに教えの大事な言葉がある。こういうことをですね、一つ一つこう丁寧に確かめていかれるわけです。そのようにしてこう広く経典や七構想の著作をこう探りられまして、そしてその大切な門、これを要門、要となる門と書きますけれども、 これを抜き出していかれるわけです。でそういたしますと、まあ、こ,こ,このようにして経、まあ、典や七構想の著作から羊門が抜き出されたこれが信州の線を称し浄土の用を拾うということであります。そして次に親鸞書人がなさったのは、えー、門類類とこう言われますのでこれはですね例えば真実の教えに関わる教えの言葉 念仏を明らかにする教えの言葉、真珠を明らかにする教えの言葉、それぞれのこう、主題に即した教えの言葉がございますので、これをこう、並べていかれるわけです。でそして、その冒頭とその結びのところ、あるいは結合にあたるところに、新鸞商にご自身のお言葉、これを普通はご自釈とこう申し上げておりますけれども、このような形でご自釈をまずお示しになって、 そして三仏教あるいは七高僧の著作その他たくさんのこう仏教に関わる書物から、えー、お言葉を羊文を抜き出し示していかれるこのようなことをこ実は親鸞聖人は「門類」という言葉で示されますしこのようなことをですね教行新章をお書きになるに先立って実はなさっているわけです。あの私たちは、まあ、例えばあ現在 聖典をこう私たちいつも大切な書物としてこう拝見しますけれども協業新書をお開きいただきますと上段にまあ現在私たちが使う漢字金交じりの文そして下の段に漢文が示されている箇所がございますこの2段で示されているところがいわゆるご磁石にあたるところですでそうしますとそのご字尺の後のところに例えば大無量寿経にのたまわく とこのようにお示しになったり、如来絵にのたまくと、このようにお示しになったりして、そしてその大無量寿教の大切なお言葉、例えば本願の門をお示しになる、このようなことをされます。で、このようにして、経典から親鸞聖人がこう、抜き出して示してくださる言葉、私たち、一般的にはですね、引用門というような言い方もされるんですけれども、あの、引用門というよりは、これはやはり親鸞聖人ご自身が、 これらは要文である要のお言葉要のの文章であるこの要といいますのは繰り返しになりますけれども浄土真宗を明らかにする要となる教えの言葉ということであります。実はこのようなところに「協業真宗を親鸞書にお作りになる時にこのような方法を持って協業真宗を書いていかれたということであります。それではですねこの教教書「協業心証」 新南商人はいつ頃お書きになったのか、いつ頃から書き出されたのか、あるいはいつですね、これは完成したと言えるのか、まあ、こういうことも皆様方いろいろと関心をお持ちかと思いますけれども、えー、実はあの新南商人がいつ頃から協業新書を書き出したのか、あるいは書こうということを始められたのか、これについては残念ながらわからないというふうにしか言わざるを得ません。 ただ、えー、先ほど申しましたように、えー、少なくとも「享業信証」の御条には「えー、証言の法難」そして「法然上人の入滅」このことが記されておりますので少なくとも法然上人の入滅以降ということはこれは間違いないのですけれどもでは具体的にいつから書き出されたのか着手されたのかこれは実は何も手がかりがないということであります。 でそこで、えー、かろうじてですね、そのようなことを尋ねていく手がかりとなるのが、えー、冒頭に申しました、親鸞聖人のご神筆の坂、まあ、道本と私たちが通称しております、協業新書であります。協業新書、坂道本を見ますと、えー、実はそこに確認できるのは、少なくとも坂道本の漢文部分で、これらの大部分を親鸞人に書かれたのが、 えー、おおよそ、新南書人58歳から62歳の頃であるということがまあ推測されています。まあ、これは他に伝えられている新南書人の新筆、ご自筆の、えー、著作など、まあ、これらのものから文字のですね、様子などをこう合わせますと、おそらく坂東本の大部分の箇所はまあ新南書人が58歳から62歳頃に記されているであろうということであります。 この講義の中では、その間をとってですね、まあ、60歳の頃というふうに申し上げることとさせていただきたいと思いますけれども、親鸞聖人がその後、京都に関東からお帰りになりますけれども、このことも実はいつ親鸞聖人は関東から京都にお帰りになったのか、これも正確にいつであるのかということは分かっておりませんが、おおよそ1235年前後のことであろうと。 まあ62歳、63歳、あるいは64歳。まあ、これぐらいの時に、新南商人は京都にお帰りになったのであろうと、こう,こういうふうに考えられております。その後ですね、協業新書に関わる事柄として、まあ、現在、あの、知られていることがですね、寛元5年、これは1247年、新南商人75歳の時でありますけれども、孫連という方が協業新書を著者したということが、これ分かっております。 この孫念という方が著者したものは現在伝わっておりませんけれども孫念という人が著者したものをさらにですね別の方が著者したものこれが伝えられておりますのでそれによりますと親鸞少人75歳の時に協業心象が著者されているということはこれは確かなことであるということであります。といたしますと少なくとも親鸞少人が協業心象が気になって 御門邸にそれを移させるということをなさったというところには、この75歳の時には、教業新章は、おおよそ私たちが見る現在の状態、ほぼこれになっているのではないかというふうに考えて良いかと思います。そういう意味では、この75歳の時を教業新章の完成の時というふうに考えても差し支えないかと思います。そしてですね、そのことに関わることとして、 翌年、法治2年、1248年でありますけれども、新南書人七76歳の時に、浄土和山と高僧和山を新南書にはお作りになります。この浄土和山、高僧和山を新南書人がお作りになるということも、実はこの協業新省が完成したということと大きく関わっているということも、これすでに多くの先生方によって指摘されているところであります。創除の文章の中にも新南書人は、 えー、シャクソ尊の誠、ねま、の言葉そして「えー、聖板合詩の正殿」「十日寺地域の尺」と、まあ、このようにして、まあ、七高僧の、えー、表された尊いお書き物、まあ、このようなことをこうお示しになっております。そしてまた「正真家、ね」を歌われるその冒頭のところには「えー、大将の真言に棋し大祖の下釈にえして仏頓の神論なるを信知して正真念仏家を作りて曰く」とこのようにこう記しておられます。 大聖の真言と申しますのは大聖とは釈尊でありますしたがって釈尊の誠のお言葉誠の身教えに起しそれに従いそして大祖の下釈この大祖とは七甲祖を表します大祖,が大祖が表されたそのお書物を開き見て仏遁の神論なるを信じて仏の主情を恵むお心がどれほど計り知れないものであるのか そのことを信知して、まあ、知ってそして「正真念仏家」を今ここに歌うお示しになるわけでありますけれども大正の真言釈尊の御教えそしてその釈尊の御教えを明らかにされた七高僧のお言葉このことをですね親鸞書人は、まあ、教行心書全体にわたってこうお示しになるわけであります。そしてまた浄土和賛高僧和賛とは、えー、皆様もご承知のことと思いますけれども 浄土和算には、えー、ですね三仏教をはじめとする五和算また阿弥陀仏を称える鈍乱大師のお言葉による三阿弥陀仏下和算そしてまた様々、えー、な経典に示される阿弥陀仏のそのですね本願の働き、まあ、これらをこうお示しになるところに浄土和算がありますそして高僧和算とは龍寺菩薩天神菩薩鈍乱大師道釈禅師、禅道大師 原神僧図、元空承認、法然承認でありますけれども、これら七高僧の方々が果たしてくださった大切なお仕事と、そしてそこに明らかにしてくださった教え、これをこう和算を持って算段していく。このようなことがございますので、やはりそこには教養心証の完成と浄土和算、高僧和算の政策、このことがやはり一連のこととしてあると、このように考えなければならないと思います。 その後ですね、新南承人が83歳の時、建長7年1255年でありますけれども、高田門との一人である先進坊先会が協業新書を著写しております。この先進坊先会が著写したものは現在伝わっていないんですけれども、同じく高田門との新仏承認がですね、この先進坊が著写したものをさらに再著写したものが高田派千住寺に伝えられています。 これは普通千寿寺本あるいは高田本とこのように通称されますけれども神仏という方は新鸞少人が86歳の時にお亡くなりになっておりますのでそういたしますとこの千寿寺本教養新章は親鸞に人83歳から86歳のその間のところに移されたものということになります新鸞少人存命中の写本として非常にこう貴重なものであるとこういうふうに言えるかと思います 親南書人が入滅されたのが校長2年1262年の11月28日でありますけれども親南書人入滅の後どのような経緯からかあるいはどのような事情によってかということはこれは全くそれを考えていくあるいは検討していく手がかりがないのですけれども親南書人入滅後に横曽根門徒のお一人であった小信坊という方に坂東本はこを伝えられていったようです。これはまた 次回のお話の中でも少し触れさせていただきますけれども、小心房のもとに坂道本がずっとこう伝えられていく。で、小心房が亡くなったのが文永12年1275年とこのように言われますのが、この以前に実は小心房が坂道本をまあお預かりしたということになるわけです。 と同時にこの文永12年、親鸞聖人がお亡くなりになって13年後ということになりますけれども、実は万道本協業新章が書写されました。この万道本協業新章を書写したものは現在西恩願寺に伝わっております。まあ、西恩願寺本とこのように申し上げますけれども、このような事柄が親鸞聖人のその晩年に至るところまでで少なくとも確認できる事柄であります。 けれども、これ以上のことはなかなかですね、坂東本についても、協業新書についても、それをこう確かめていく、尋ねていく手がかりが、まあ、見当たらないというのが実際のところであります。そうしますと、この坂東本協業新書の具体的な様子、これについては次回のこととさせていただきますけれども、親鸞聖人がですね、まあ、京都にお帰りになったのが62歳、63歳の頃。 そして孫年という方が著者したのが親鸞聖人が75歳の時少なくともそこには12年ほどの時間の開きがあるわけでありますけれどもその間一体親鸞聖は何をなさっていたんだろうかと、まあ、こういうことを思われる方がいらっしゃるかもしれません教業新書は繰り返し申しておりますように漢文で書かれたものでありますで実はですねその漢文をどのような文章としてどのような 読み方をして、どのような事柄をそこに受け止めていくのか。実はこのことをですね、親鸞聖人はかなり丁寧に長い時間をかけてなさったのではないかということが考えられます。少し、これになりますけれども、まず浄土真宗を明らかにする、表すということはですね、まず親鸞聖人が三部教や七高祖の著作から抜き出された要門、これは漢文であります。この漢文をどのように、まあ、和語、 として読んでいくのかということが実は大きな課題としてあるわけです。訓読と申し上げますけれども、漢文の内容を捉える、そしてそれを和語として表していく。これが訓読ということでありますけれども、訓読の具体的な方法としては、漢文でありますから漢字がずっとこう連ねられているわけでありますけれども、その漢文をどのような語順で読むのか、どのような順番で読んでいくのか、 このここととを示すすのののが返り点と呼ばれるものですこの漢文をどのような語順で読むのかということは原則的な順番というものは存在しますけれどもそれを踏まえた上でどのような順番で読むのかこれは実は読む人そのものの了解というものに委ねられていくわけです。でもう一点この漢文の訓読まあ妖の訓読でありますけれどもこれの中の大きな事柄というのは送り仮名です。 これは漢文をどのような順番で読むのかを、まあ、返り点によって示し、そしてそこに送りがなを示すことによって文章の趣旨を明確にしていくということです。これは例えば、主語と述語。これが変わると意味も変わってまいりますし、あるいは死な詩人が抜き出された文章、例えば経典の元の箇所に変えると、 その経典の中にお示しになっていることをよりですね親鸞上人が強調するような形で経典の言葉を抜き出すすここういういともされますそういう意味では出典となっているその本文の内容を明確にするこのようなことをいわゆる送り仮名によって示すこれをどう示すかによって実はその元の文章の意味も変わってくるこういうこともあるわけです。これれは一つの例でありますけれども えー、今ご覧いただいておりますのは、えー、向かって右手でありますが、小主上文語名号、新人、官儀、内誌一年、死神、栄光願礁、被告、即徳王女、重不退典。まあ、この後にもう少し言葉続きますけれども、これは大無量寿教の第十八願上寿文と呼ばれるですね、大切なお言葉です。あらゆる主上その名号を聞いて、 まあ、喜びの心を持つことをひとたびする」とこのようにこう言うわけでありますけれどもこの後のところのお言葉ですね神エコー願書被告、まあ、実はここの読み方について、まあ、同じその法然承人の教えを受け止めていかれた方々と信鸞承人がこの「紫神・エコー・願礁・被告」というお言葉を受け止めてお示しになることここには少し読み方の違いというものが出てまいります。 まず、信南商人以外の方で、法然商人の教えをこう、いただかれた方々。その方たちの大部分は、死神にエコをして、かの国に生まれんと願ずれば、とこのように読むことがまあ多いわけであります。それに対して信南商人は、死神にエコをせしめたまえり、かの国に生まれんと願ずれば、とこのように読まれます。死神にエコをして、 と、指針にエコーをせしめたまえり。このせしめたまえりというのは、これは、まあ、尊敬語の中でも最もこう重い敬語であります。そうしますと、このように、こう、親鸞聖人がエコーをせしめたまえりと読むことによって、何をこう示していかれるかと言いますと。まず、指針にエコーをしてということになりますと、名号を聞き、喜びの心を持つ者が、その主生が、自らが。 自身にエコーして、自らが心からエコーして、私がエコーして、という意味を示すことになるわけです。それに対して、親鸞聖人は、せしめたまえりとこのように読まれますが、この敬語を使いになるのは、これは実は如来に対する、まあ、敬いの言葉、敬語ということになります。ですから、親鸞聖人が自身にエコーせしめたまえりとこう読まれたときには、如来が、 如来の死心真実心を主情にエコーする。如来のエコー、本願力エコーとこのようにこう言われますけれども、このことを実はお示しになる。主情がエコーするのか。そうではなくて、如来が私たちにエコーしてくださるのか。このことにですね、親鸞聖人がこう注目をなさっているわけです。そうしますと、 そのようなことが、まあ、これだけの言葉ではなくて、協業心証の全体にわたって、まあ、このようなことを信濃書には一つ一つですね、まあ、丁寧に確認しながら、その上で協業心証というものをこう、表していかれたということであります。そういたしますと、これがそう、そう短い時間に簡単に成り立つというようなことでないということは、皆様方もこう、ご了解いただけるのではないかと思います。 そのようなところにですね、あの、ま、協業新章の基本的な事柄について今回はお話をさせていただきました。次回は、え、親鸞商人のご新筆である協業新章、万道本について、お話をさせていただきたいと思います。第1回目の講義は以上で終わらせていただきます。どうもありがとうございました。